はい、皆さんこんにちは。今日もティンバーボーンやっていきたいと思います。前回ですね、いろいろと作ったんですけど、こちらの水車の方ですね、大きな水車でも小型の水車でも、ここの場所だとちょっと回りませんね。水の影響は結構、関わってくるのかもしれません。ということで今日はですね、こちらの方にもう少し作っていきたいと思います。まあ、ちょっと足場ができたので、しっかりとこちら側まで伸ばせば少しは回るのではないかと思っています。それとですね、前回はまだちょっと家の方とか町が小さかったので、お伝えできませんでしたが、こちらですね、今見ていただくとわかるんですけど、まあ、前回ちょっとパラメーターの方もあんまりいじってませんでしたので、変わってませんでしたが、この中心ですね、町の中心が及ぼす影響の範囲ですね、働いたりできる範囲ですね、こちらの方多分前回はここら辺度だともう赤色の線が出てたと思うんですが、こちらも入れたモッドのおかげでですね、範囲を広くできることだということで、範囲を広くしてあります。最高まで上げれば拠点1個で全、範囲ですね、こちらの方も、カバーできるということですので、今回はできるだけ拠点は1個で進めていきたいと思います。で、他にもですね、おそらく何のパラメータかわからないですけど、ちょっといじったら、この木を切るやつとか、多分野菜はないか、他この木を植林する範囲とかも増えてますので、こういう建物の範囲も、入れたモッドの方でですね、増やすことができるみたいですね。なのでこちらでもうかなり広い範囲までやりすぎると逆にですね、追いつかないということも出てくるかもしれません。はい、ということで、こちらの方は以上で、進めていきたいと思います。現在ですね、何回目だ ?3 回目ですね。2回目の干ばつが終わって3回目の方に入っていますので、あ、こちら止まってしまってますね。稼働させましょう。さあ、今のところ無職が2人なので、まだ仕事には入れれますので、どんどん入れていきたいと思います。あと、こちらの方に入れれるかな。研究の方が200ありますので、水飴のでっかいやつとか作っていきましょうか。あと、作りたいのは、こちらの方のアーチ系ですね。こちらの方を作れば、こういう屋根が尖ったものとかの上に、さらに建物が、建てれるということなので、こちらの方も、頑張って開放して建てていきたいと思います。あ、水車の方が2列目できましたが、2列目の方はしっかり回ってますね。70馬力出てます。確かこれ90馬力まで出るやつかな。なので、川の影響を結構感じる感じになったんですね。今まではまあ水のところに立ってればある程度は回ったんですが、より水がちゃんと流れてるところじゃないと反応しなくなったみたいです。こちらの方もやっぱアップデートで若干変わってたんですかね。はい、それでは引き続きですね、作っていきたいと思います。他にはですね、特に今のところないので、こちらの方ですね、植物とか水の中に作れるやつですね、こちらの方をどんどん作れるように今していきたいと思います。さあ、3回目の干ばつが始まりましたね。まあ、日付の方は5日間ということで、まあ、さほど大したことはないと思います。町の方に一応水がめの方はいっぱい作っていますが、これぐらいで足りるのではないでしょうか。はい。そしてですね、ついにですね、水の中に栽培ができるようになりました。こちらの方ですね。ですので、これを立てていきたいと思うんですが、こちらの方はどうしたらいいんだろう。地上に立てとけば問題ないのかな。地上に立てればそのまんま、水の中まで影響するっぽい感じではありますが、水の中に立てるとやっぱりダメなんですかね。どっちなんだろう。よし、ここに一度立ててみて、活動がされるかどうかちょっと見ていきましょう。そして植物の方もね、何個だ ?2 種類ですね。今のところ2種類あるので、少し立て、作ってみたいと思います。ここと、これですね。
こちらの方を少し作りたいと思います。まあ、どんな風になるのかちょっとまだ分かりませんので、楽しみですね。ではこちらの方が、まあ、多分間伐の間にできると思いますので、間伐終わるまで進めていきましょう。間伐の方が終わりまして、こちらですね、水の中の方に植物も植え終わりました。こちらの方は粉にしてパンかなんかにできるのかな、パン屋さんで、おそらくこちらが変えられると思うんですけど、これですね、まだちょっとここまでは、作れてませんので、今からですね、粉を引くところとかをいろいろ作っていきたいと思います。で、こちらの製材所の方もですね、今後ですね、全部こっちの方に移してしまって、こちら側を工業地帯として使っていきたいと思います。干ばつが始まりましたが、まあそこは気にしてなくて、こちらの方のアーチの方を開放できましたので、これを作っていきたいと思います。こちらも新しいモッドの方ですね。で、今こちらまだパン工場に作るための、製粉所の方がまだ作られてませんが、今までだとこいつはですね、平たいものの上にしか乗せれませんでしたが、このアーチができたことによって、この上にさらにもう一個建てれるようになります。まあ、三段の高さのやつぐらいでいいかな。ちょっと自分もまだこちらの方は使ってないのでよくわかってはいませんが、多分この上にさらにこれを作ることによって、重ねて上の方にですね、違う建物を作ることができるみたいです。まあ、パン、このままなのでどうしようかな。パン工場の方は、いけるかな？パン屋さん、開放しましょうか。で、こういう風にさらに建物を建てることができます。なので、粉を引いてそのまま上にパンを作るということもできますので、こちらを使えば高さですね。高さを使ったものが作れるのではないでしょうか。ちょっと一回これもう一段階増やして、こちらの方が機能するようにしてみたいと思います。はい、ということでですね、なんとかちょっと時間を食ってしまいました。このように粉引き所の上にですね、パン工場を建てるとかいう縦の使い方がかなりできるようになりました。こちらの方ですね、作るのにちょっと鉄、いや今もうこうできちゃいましたが、鉄が必要だったので結構これ、作るのに時間がかかりましたが、今後ですねこちらの方に、製材関係とかも置いてありますので、この上側にもですね、作れるようにして高さを生かして、いろいろ作っていきたいと思います。で、今水力の方足りなくてかなり作ったんですけど、こちらだけではまだ足りませんので、今後この上にですね、ずっと風車を並べて風車の力も使いながら、ここら辺を工業地帯にしていきたいと思います。まあこれもですね、高さを生かせるモッドがあったから、かなり使いやすくなりました。正式の方でもなんか高さは考えていたみたいですけど、まあ今後のアップデートにひょっとしたら生かされるのかもしれませんね。はい、ということで今日はここぐらいで終わろうと思います。皆様ありがとうございました。